どうもでーす。さあ、ということで、まあ、今日ですけれども、まあ、今日ね、この家からちょっと、なんか救急車来ましたね、いきなりね。ちょっと待ちましょうか。どうもでーす。さあ、藤森慎吾でございます。今日は何をしようかなと思ったんですけども、じゃんじゃん、これ手帳。俺が芸人になってからずっと、まあ、書き溜めてた、まあ、日記兼こう仕事のメモみたいな。2019から2009、まあここら辺は割と最近でも、2009なんてもう K もね、ほとんどまだ再開する前だから知らないわけですから、もうズバリね言ってください。何年の何月何日で、その日をピンポイントでちょっと読んでみて、一体何がその当時あったのか、俺は一体どんな気持ちだったのか。だってさ、考えたらすごいぜこれ。2009年でしょ、武勇伝バブルが終わって一番多分絶望してる年だ。武勇伝がまあ2005年だからここにあるでしょ。で2005、6、7、8年でレギュラー番組多分全部終わってんの、うん、で多分どん底で何かやんなきゃなっていうこともあったから2009年から書き出してんだよね。で2010でしょ、でここら辺また熱いよ、チャラ男チャラ男ゾーンね。2011、12で13、14と来て、あ、ちょっと待って、また救急車来ちゃったね。面白いよ。2009年って何歳？え？2009年ちょうど10年前。そう、27歳。で27、まあ本当に全然違ったよ、生活も今とは。こう、うん、まあなんだろうね、もう落ち着きなかったよね、本当に。芸人になりたてで2009年なんて、まあほんと K みたいにさ、同級生とかとこう会うとかってのまず一切なかったもんね。むちゃくちゃ天狗だったから、やっぱり。でも同級生とかからさ連絡来るわけよ、うん、デビューしてテレビ出てとかになるとして、あーすごいね、寂しさじゃん、今度会おうよとか言われてたけど、もうガンオール無視してたもんね、そういうの。最低なやつだった。最低ですよ、本当に。ふざけたかった。いや、まあ本当にそういう時間も経てね、ほんで今やっぱりこうやって改めて、まあもう大学の同級生も高校も中学もさ、俺大体みんなこう再会果たしてんだけど、大事だなっていうのは再認識させられたんだけど、まあだからそれがここら辺でしょ、チャラ男で2009、10、11、12、ここら辺でしょ。で2015ぐらいかな、ラッスンゴレライみたいので後輩のネタをパクってね、プチブレイクして、で16年パーフェクトヒューマンとかもろもろあって今2019ですから。今はどういうタイミング？今はまあなんだろうね、落ち着いた。落ち着いちゃいけないと思ってる。だから今年この YouTube をちょっと始めてみようかなって思ったのもまあその一個なんだけど。なるほど。落ち着いたりやっぱ慣れたりしたらダメだと思う。とにかくなんか常にやり続けてないとね。だからどうぞ、ケイ君。2009年の一番最初。マジで俺も覚えてないんだけど。じゃあこちら、真っ黒だもんね。当時のなんか、心境なのかな、これ。どす黒いね。まず開いて、はい、もう一軸、もらさずに読み上げる。それめちゃ危険だよ。危険でめちゃくちゃ変なこと書いてるか、もしくは、本当につまんない文章書いてるか。OK、ちょっと待って、確かにその年の1月から始めたとは感じる。1月1日いや、わかんない、待って。あ、ん？1月29日だ。うわ、いきなり悲しいよ、なんか。ちょっと、読み上げてください。これ当時俺らがやってた番組があるんですけど、無限大っていう。無限大最終回。相方、客席で涙ぐむ。かっこ確実な嘘泣きって書いてあるね、これ。ひでえな。俺ひどいこと書いてるね。無限大最終回で、あっちゃん客前で涙ぐんでいると。でそこに矢印が引っ張ってあって、確実な嘘泣きって書いてます。それで終わってます、その無限大最終回。え、その日は終わり。で近所の、いやその後ね、近所の植木屋さんでモンステラ、カフィスラリータ、カルセナコンシネの3つを買う。植物だね、うん。サービスでモンステラ3つ来るが、玄関がジャングルのようだ。
品川庄司の品川さん、品川さんに夜呼び出されお店に行くと、タイが新選組の忘年会をやっていた。わ、すごいこれ。香取慎吾さん、山本浩二さん、八嶋智人さんに会う。その後僕の家で飲み直す。途中小島よしおさんが来るも品川さんが寝ていて5分でよしお帰宅それで終わります。1月29日もうなんかとにかく会ったこといろいろ書いてるね。これどういう心境だったんだろうね。でもさ、これ俺その日に会った仕事と会った人、うん、書いてんだけどすごいもん。品川さんでしょ、で香取さん、山本さん、八嶋さんにお会いしてるって書いてる。でももう最初始めた日がさ、この無限大っていうのは俺たちが始めてデビューした時に最初にこう持たせてもらった自分たちの番組だったのよ、うん、2005年デビューするんだけど、最初にエンタの神様、それから原石っていう番組で当時デビューさせてもらって、まあ、一気にこう知名度、それからこう若い人たちのなんか人気みたいのをね、なんとなくこういただきまして、で会社もこう猛プッシュをする芸人になったわけですよ。である時に、まあ今の会長ですけれども、まあ、その時は専務だったから、あ大崎専務に、本社に呼び出されて、君らオリエンタルラジオかと、あ噂を聞いていますと、で君たちのために渋谷に劇場を作るので、そこで毎日、365日生放送やりなさいと言ってできたのが、あの無限大ホールっていうところだったんですよね。でそこで365日ずっと毎日毎日生放送やってた番組の多分最終回がこの1月29日だったのかな。てかいきなり1行目で俺結構やっぱひどいこと言ってるよ。あっちゃんの涙を確実な嘘泣きって俺これ誰も見たいのにここに書いてるってことは。でもね、なんか思い出すわこれ。ほんとこれいいかも、この企画。今さ、やっぱオリエンタルラジオ、まあ、コンビでチャンネルもやってるけどめちゃくちゃ仲いいのよ。もうなんか本当にこう、俺もあのコンビのチャンネル開設して、収録日行く前、俺現場に30分前に着いちゃって、もう早く喋りたくてワクワクするぐらい、こうもうウレションしちゃうんじゃないかっていうぐらいの今本当そんな感じなんだけど、逆にやっぱこれ辿っていくと今後そうだけど、その時のコンビ関係とかもよく現れてる。この時コンビなんか多分最悪だった時だ。もう本当に、まあ相方はどう思ってたか分かんないけど、俺が多分むちゃくちゃあっちゃんのことをこう苦手、もう嫌いだなって思ってた時だと思う。まあこれ一人でねいる時に喋ると本当ただの悪口になっちゃうから、ぜひ二人いる時にこれ見返したいなって思うんだけど、そうだわ。でも面白いね。俺多分ね、やっぱこの時相方にすごくこうなんだろうな、負い目感じてたんだろうね。やっぱりあっちゃんの才能がすごくて、で俺が足引っ張ってんじゃないかなんて多分自分でも思ってるような時期で、でそんな中軒並みこう仕事が終わっていく、どん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 なんかこう自分を追い詰める、なんか嫌悪感を抱くみたいなね、で相方にはこうダメ出しされる、怒られるみたいな日がこうやっぱ続いてた中で、多分コンビなんかっていう意味ではすごいこう良くなかったんじゃないかなって、もうこの一行見るだけで分かるね。あれラジオで喧嘩したって言った多分その頃じゃないかな、多分これがその頃でも、もうねあそこら辺は慢性的にやっぱ仲悪かったから、いやこれいきなり一発目でなんかだいぶ話できちゃったけど、これちょっと怖いですわ。なんか本当に NG な人が出てくる、絶対出てくるこの絶対にこれ言えないだろっていう日とか出てくると思うけど、まあ1日目はそんな感じだね。次の1月30日もいっちゃう。次の日？わかりました。じゃあ行きましょうか。1月30日9時40分新大阪へ、吉本100人祭りとこういう中京テレビの緊急忘年会特番、マサト師匠不在だが頑張れとメールが来る、坂田師匠
おはじきを飲み込むちょっとよくわかんない、そしてそのまま夕方から名古屋、さらに名古屋で仕事を終えて東京から、あ、東京からずっとついてきたファンとこの日4回目の遭遇。森さんち黒沢さんがふざけてそのファンの真似をする。中京忘年会はバブリーだった。ゴルフバー貸し切りで、恵比寿ビールで乾杯。そんなこと書かなくていいんだけどね、いちいち。神田ちゃんのアドレスを聞こうとするが拒否、代わりに石田純一さんのアドレスをゲット。神田ちゃんって誰？神田ちゃんって誰？女の子だよね。スタッフさん。スタッフさんなのか。でも代わりに石田純一さんのアドレスゲットってことだから、多分タレントさんだと当時いたのかな。うわ、ちょっとこれ思い出せないですけど、やっぱもうでもチャラ男の片鱗はあるよね。もういきなり女性のアドレス聞こうとしてるわけだから失敗してる。うん、失敗してるね。あと 謎な不可解なのはこの坂田師匠おはじきを飲み込むっていうちょっと全く俺も何のことか意味わかんないんだけど、これはでもやっぱ当時忙しかったね。これ大阪行ってその後名古屋行って仕事してまた東京行ってそこでなんか打ち上げしてみたいな。うん、いや本当になんかね、目まぐるしいこう日々送ってるっていうのは覚えてたわ。なんか忙しい時ってどんな感じだった？いや全然2日3日寝れないみたいなのが結構あったよ。うん、うん、もうつながりで、まあ本当にだから移動のタクシーで寝るとか、まあ、移動の逆に大阪とかだったらもうラッキーって思ったもんね。新幹線2時間半はまあ確実に寝れるかみたいな。ちゃんと飲んでるからね。だからそういう飲みとかも行ってるから余計寝る時間なかったね当時は。江戸晴美の勢いがすごいって書いてるから、もう当時最初の後輩ぐらい、江戸晴美さんが、まあ、オリラジがバーンブレイクして、でなかなかオリラジ以降若手後輩出てこないなって言ってる中、江戸晴美がこーでね出てきましたね。まあ、こんな感じですかね、この日はね。やっぱ当時俺すさんでるわ、めちゃくちゃ先輩の悪口とか言ってるそれ何日？31日行こうかな。いやこれもうほんとに時効だからね。で当時だからね、俺も心をすさんでたと思う。多分若い時何考えてたかっていうのもぜひ皆さん知っていただきたいので、じゃあ31日行きましょう。行きますか。1月31日タムケンさんとご飯だが、なかなかタムケンさんが店を決めてくれず迷った挙句普通のラーメン。これめちゃくちゃ失礼なこと言ってるよね俺。これ恐ろしいよ今思ったら。先輩が飯連れてってくれるって言ってんのに全然店決めないし、挙句入ってて食べさせてもらったラーメンを普通のラーメンって。もう今俺当時の自分に会いに行ってもう本当にほっぺたをこうバチンと一発殴りたいよね。これ良くないね。続きは、しかもこれ先輩だけじゃないですよ、毒づいてんのは。あ、これさ違うわ。え、俺1月だと思ってたけど大晦日だわ。でその後からの1月1日だ。2008年の12月31日。で今のこの文章見て分かった、年越しそばって書いてあったわタムケンさんにまず軽く入れてるでしょ俺クレーム、うん、その後年越しそばを親父が打つがかなり硬くてまずい、ひでえな、市販のでいい俺え、これ俺じゃないんじゃないかな俺こんなこと言うやつじゃない絶対俺実の親父にまでもうさ牙むいちゃってんじゃん。マジか。いや怖い怖い、俺当時の自分これほんと怖いわ。多分大晦日実家に帰ってたのかな。でも大晦日に実家なんか帰れてないはずだけどね。かこっち来てたかもしんない、うん、両親がこっちに来て俺忙しいからじゃあ一緒に年越しそばでも食べようかっつって親父がきっと打ってくれたんだよ一生懸命ね、信州から持ってきたそば粉で。それに対してかなり硬くてまずいって最低野郎ですよ俺は本当に。こっからで2009年の1月1日になるんだ。12月29、30、31だった。怖い。
もうこんぐらいにしとかないと俺も持たない精神が。まあ見てくれてる人がね、あの辺の当時の話聞きたいっていうんであれば、もうズバリ何年の何月何日とかって理由も添えてこうコメントとかいただければ、まあ、それを発表しながらね、当時振り返ってなんかいいじゃないですか。こう昔の自分をこう見てね、戒めながらこう改め直すというか反省し直すっていうのは、はい、もうはっきり言います、もうクソ野郎ですね私ね、これ若い時のもうただただ文句しか言ってない。相方の文句、先輩の文句、家族の文句っていうね、陽気な慎吾ちゃんはどこに行っちゃったんでしょうね一体ね。だからこの藤森慎吾のまあ成長記録とでも言いましょうかね、これは。だからこれからまあ順を追っていろいろとみんなで見ていけたらなと思います。なんでね、またじゃあ皆さんと一緒にこの手帳を見返しながら、昔いかに藤森慎吾がクズだったかというところ、また振り返り見ていきましょう。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら。